あ、まあまあ、ひとまずお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回は連泊します。なんでかというと、はい、こんないい時期にキャンプしないで帰れるかっつって、でもちょっと寒いかもしれないっつってビビって提供して経験して帰れるってことで、楽しみだな。ハロー、レオナです。今週もララキャンプ始まります。なんと私たち本日北海道にいます。イエーイ。お仕事でですね、札幌に来まして、せっかくこんなめちゃくちゃいい時期に北海道に行くんだからということで、デイキャンプを決行します。イエーイ。いや、もうすごい、うわすごい、めっちゃ綺麗。北海道にちょっと延泊して一泊だけ伸ばしてデイキャンに行こうと思って、本当はキャンプでもよかったんだけど、北海道の9月の寒さがちょっと予想できないなと思って、ちょっとビビってデイキャンにすることにしました。あと、なんか急に決まったお仕事だったので、ちょっと事前にゆっくり下調べしたりとか、あと準備したりっていうのがあまりできなくって、それも心配だなということで、デイキャンプに向かっております。で、今日行くのは、八軒山ワイナリーというキャンプ場です。八軒山ワイナリー焚き火キャンプ場とか言ってたかな、というところです。実は私の大好きな日の和夫婦さんにご連絡したところ、おすすめですということでこちらを紹介してもらいまして、今回は八軒山に向かっております。もうね、すでに天気も最高で、長袖なんだけどちょっとひんやりしてるんですけど、気候的には最高な感じです。お分かりの通りテンションがめちゃくちゃ上がってますが、ちょっと今から何か所か寄りたいところがあるので、そちらに寄ってからキャンプ場に行きたいと思います。ということで、いよいよ念願の北海道デイキャン、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。今スーパーに行ってきて、食材をいろいろと買ってきました。で、アウトドアショップも行こうかなと思ったんですけど、まず出発が遅れたのと、あとちょっとスーパーでいろいろ悩んでたら時間になっちゃったので向かいたいと思います。着きました。着いた、嬉しい、やば。
ノークイック。いいね。ありえない、ありえない。ちょっとさ、このさ、エビ食べてみてよ。ね、全然違うわプリプリ感が。いや、わかるでしょ。さっきウニもなんかもう噛み、ウニがさ、噛み応えあるってわかる。うん、でもなかなか味わったことないよ。飛行機に乗ってきたんで、ちょっと熱源がガス管とか募集されるかなと思ってバーナーをやめて、キャンプ場で借りた焚き火台で、火を使
使いたいと思います。ちょっとバトニングからやります。上手じゃん。すごい。見えなそう。すごいのできてるんですけど。すごい。すごい。すごい。今走ってる。なんかかっこいい。いいな。ということで火をつけます。